夏終わり受かる受験生の基準。どうも学びズムの矢沢です。この動画をね、見てる受験生のみんなに夏終わりの受験生こういう風な子が受かるよっていう基準をね、まあ、伝えていきたいんですけど、本当にね、塾屋の仕事ってあなたの志望校に対して受かる基準ここだよ、だからここを超えてきてねっていうのがね、僕は塾屋の仕事だと思ってるんですけど、一個一個学びズムでやってるの単語テストがどこまでだとか、自習室の利用率がどうだとかっていう、そんないろんな基準があるんですけど、そんなことよりも、まあ、受かる受験生として全般的に夏終わりの、マインドってこういうものだよねっていうことを、みんなに伝えていければなというふうに思っております。まあ、この動画を見ればですね、受かる受験生はまあそのままでいいんですけど、落ちる基準だった受験生が、その考え方を元に行動してくれた結果受かる受験生になると思うので、ぜひ参考にしてみてください。それではね、あの動画の本編入っていくんですけど、これまずね、左側がまあ×書いてて、右側が丸書いてるんで、こういう受験生にはならずに、こっちの受験生になってねっていうことなんですけど、まず1個目ですね、過去との比較してませんか、やるべきは未来との比較でございますよということです。本当にね、夏休みね、みんな受験勉強一生懸命頑張ってると思います。ただですね、一生懸命頑張って、まあ、ほとんどがさ、いや今全然頑張れてないなっていう子よりは、まあ、多分この動画見てるってことは頑張れてるな、今までの自分よりは勉強してるなっていう風に思ってくれてる子は多いと思うんだけど、ちょっと注意してください。その比較、まあ、今頑張ってるなっていうその基準、過去の頑張ってない時の自分と比べて今頑張ってるなって思ってるだけじゃないですかっていうことを問いたい。これね、本当によくやっちゃうんですよね。まあ、今まで勉強してこなかったから、今やってることめちゃめちゃ頑張ってるよな、めっちゃ私僕勉強してるよなって思っちゃう受験生多いんですけど、過去の自分って受かるはずもなかった自分なんで、ここはですね、あんまり比較しないでほしいんですね。一回も仮に比較していいとしたらですね、本当に自分のメンタルがズタボロにやられてる時、本当にもう何やってもうまくいかない、もうヘロヘロみたいになってる時は、過去の自分を振り返ってですね、あの時あんなできてなかったのに、まあ、ここまでできるようになったじゃないかっていう風に、慰めの意味で、過去を見てもいいんですけど、結局ですね、やっぱり受かる受験生というのは受かった先の自分と比べて今正しい行動ができてるかっていうのを比較してるんですね。まあ、どういうことかというと、ちょっと想像してみてください。もう来年の4月には今自分が掲げてる志望校に行ってるわけです。来年の4月もう晴れて、もう3月にスーツ買って、4月入学式お母さんと行って、もうめっちゃもうきらびやかな大学生活の始まりみたいになってるわけですよね。その時のもうふわふわってしてる自分から見て、はい、戻って、たまたま8月戻ってきました、そうそうこれぐらい私僕勉強してたから、だからこの4月の未来があるんだよなっていう風に未来の自分が思ってくれてたら、今の夏の勉強って正しいことをやってるわけですよね。ただいや、その受かった自分、あもうやった、もう合格したっていう自分から見て、いやいやその勉強では今の僕には到達しないよっていう風に、なってしまう生活を送っているとですね、やっぱり志望校には到達しません。だから一つ目ですね、過去の自分と比べるんじゃなくて未来の受かった自分と比べる。もう未来の受かった自分に、そう、その行動が正しいって言われる行動をし続ければですね、今掲げてる志望校絶対につかみ取れますんで、必ず未来の自分と比較してください。じゃあ続いてなんですけど、勉強時間を増やすのではなく勉強してない時間を減らしましょうというところです。これね、もう受験トークとかね、配信してた時もずっと言ってたんですけど、勉強時間を5時間から6時間なり、もう10時間から11時間なり増やすことってあんまりインパクトないんですよね。そのインパクトに対してやっぱり勉強してない時間、それ以外のものを減らしていった方が結局余った時間勉強することになるんで、もう圧倒的にこっちの方がインパクトがでかい。睡眠時間を6時間とって、ご飯を2時間、まあ、言ったら3回取って2時間で全部で取ったとしても、言ったら8時間睡眠と食事で取るわけですよね。それ以外もし勉強できたらですね、普通にやってたら16時間ぐらいは勉強してるわけですよ。まあ、休憩時間もろもろもね、今のはまあ単純計算なんで含まれてますけど、それでも休憩時間2時間だとしても14時間ぐらいは勉強するわけですよね。だからそれをね、2時間毎日2時間してたところから3時間4時間5時間6時間10時間11時間12時間14時間ってしていくのは難しいんですけど、そもそも睡眠時間と食事の時間、それ以外は自分の夢目標をつかみ取るためだけの時間にするっていう風に決めてくれてるとですね、やっぱり著しく勉強時間が増えます。もちろん分かってますよ、勉強時間が全てではない、質も大事、そんな当たり前、分かってるけど、やっぱり質というのは圧倒的な量の上に成り立つと俺は思ってる。だからやっぱりこのマインドで僕はね、やってほしいなという風に思うんですね。そもそ もうこれ言い出したらきりないんだけど、まあ、うちのチャンネルね、こんだけ勉強してカンカン同率マジかよみたいなね、いう風に言われます。ただね、僕たちが見てる子たちであったり、まあ、視聴者のみんなもそうだと思うんですけど、高1の頃そんな一生懸命勉強してない中で
1年でそれなりの名門の大学行こうとしてるわけですよね。まあ時間間同列ってそうじゃないですか。でその中でですね、この自分の夢目標をつかみ取るためにそれ以外のことをごちゃ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 やってしまってる子が夏終わりの受かる受験生の基準かって言ったら、僕はやっぱりそうじゃないと思うんですよ。厳しいかもしれない、厳しいかもしれないけど、聞いたらわかるね。どっちの方が受かる？もう当たり前なんだけど、もうあれやこれや勉強以外のこともやってる受験生と、それ以外のことは全て排除して自分が受かるためだけのことをやってました、やってた、この6ヶ月やってた、だから俺はもう受験本番結果が出て当然なんだっていう心持ちで挑む子やったら、もちろん後者の方が受かるわけですよね。だから勉強時間が全てではない、もちろんそんなことは分かってるけど、夏終わりにそのマインドに慣れてない、勉強時間風やそっていうマインドじゃなくて、この勉強してない時間を減らすっていうマインドになってないんだったら、僕は受かる受験生の基準には到達していないとやっぱり思うわけです。ちょっと今日厳しかったかもしれないけど、やっぱりね、僕はね、学びずの塾生にはそれを求めたいんですよね。それなりに勉強させて、それなりの大学に行けばいいわじゃなくて、今まで勉強してこなかった子を1年で名門の大学に行かせるっていうのは、僕はそういう責任があると思うんで、今の話に共感してくれた子はですね、こっちの過去との比較、勉強時間を増やそうというマインドではなく、受かった未来との自分と比較して今正しい行いができているか、勉強してない時間は多くないか、どれだけ減らせているかっていうことを考えてですね、今まだね、夏明けてないですから、そこまでに自分の習慣を作り上げて、9月以降もですね、成功する受験生たる生活を送ってほしいなというふうに思います。それでは今回の動画はここまでしましょう。ありがとうございました。今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。マナビズムではですね、公式 LINE を用意します。その公式 LINE では、君の志望校であったり今の実力っていうのを入力していくことによって、この参考書、この単語帳が最適ですよっていうふうにおすすめする英単語帳診断であったり、早慶マーチカンカン同率みたいな有名次第の傾向と対策はこうですよみたいな e-book、 次第攻略バイブルっていうのをプレゼントしてます。なんで興味ある方はぜひ LINE 登録よろしくお願いします。